はい、今日はですね、ユナイテッドエンパイアに在籍しているジェフコブ選手についてのお話になるんですけど、まあ、ジェフコブ選手ってね、このユナイテッドエンパイア、いわゆる帝国入りをしてからもうほとんど言葉を話すことがなくなってしまって、まあ、バックステージとかではね結構話すんですけど、なかなかインタビューとかも受けないので、なんか最近のジェフコブ選手のこの何を考えているのかわからないっていう感じが強いんですけど、まあ、そんなジェフコブ選手がですね、実はその過去にですね、この WWE と AEW から勧誘を受けていたんですよ。でやっぱあれぐらいやっぱすごい選手だと、まあ、当たり前のようにね、その海外のプロレス団体っていうのも、ね、やっぱ狙ってるのでオファーを出すんですけど、まあ、結論から言うと、そのジェフコブ選手っていうのはそのオファー全部断って、今現在この新日本プロレスと契約をね結んでいます。なので、まあ、今回ですね、このジェフコブ選手がではなぜこの WWE と AEW の契約を蹴ってこの新日本プロレスに参戦することを選んでくれたのかっていうことのお話になります。これがねかなりいい話ではあるので、ジェフコブ選手のことあまり知らないという方や、ジェフコブ選手が好きな方、あるいはジェフコブ選手があんまり好きじゃなくなったなという方にも、ぜひね聞いていただきたい内容となっておりますので、ぜひね最後までご覧ください。では早速本題入っていきましょう。最初にですね、WWE から、トライアウトを受けないかっていう誘いを受けたんですよ。そこでジェフコブ選手は WWE の、トライアウトを受けてあることに気づいたんですよ。でそれは、あ、ここは俺は必要とされていないなっていうふうにね思ったらしいんですよ、ジェフコブ選手は。うん、でそれはなんでかって言いますと、これはですね、ジェフコブ選手自身がインタビューで答えているんですけど、当時のその WWE の選手たちっていうのを見ると、ほとんど全ての選手がこう一人ずつ存在していたと。そういう選手をね集めようとしていたのかどうかは分からないけど、すでにねもうチャド・ゲーブルっていう選手がいたんだよと。でこのチャド・ゲーブル選手っていうのは、そのいわゆる元オリンピック選手なんですよね。でジェフコブ選手も、まあ、元オリンピック選手なんですよ。でさらに言うと、コナ・リーブスっていう選手ももうトライアウトにいたんだよと。このコナ・リーブス選手っていうのは、ハワイアンの選手なんですよね。でジェフコブ選手もこのハワイアンの選手なんですよ。つまりその、ジェフコブ選手ともキャラクターが被ってる選手っていうのがもうすでにいたんですよ、そこには。もうだからそれを見て、俺はああなるほど、そういうことかっていう風に納得したと。で別にね、俺はそのことについて選手たちとか WWE に怒ったとかそういうわけではないし、もちろんねこのインターネットを使って叩いたりもしてないと。自分と同じキャラクターの選手っていうのがもうすでに WWE にはいたから、俺は別に必要ないじゃんっていう風にジェフコブ選手は思ったみたいなんですよね。うん、でさらにそのジェフコブ選手はそのいわゆるこのリアリティ番組をねやりたくなかったんだよと。俺は、プロレスラーになりたいんだよと。もちろんね、多くの人がそのリアリティ番組っていうのを経験してこうスーパースターになったりして成功しているから、その道を歩んだ人を非難するつもりは全くないけど、俺個人の考えとしてはそれは俺自身ではないと思っているんだよっていうことを、理由に WWE と契約を見送ったっていうことをジェフコブ選手自身がインタビューで答えてるんですよ。うん、まあ、つまりその、まあ、キャラかぶりもあったし、なんか WWE ってね、やっぱりその、まあ、いわゆる我々はそのエンターテインメントショーであると。プロレス、我々のやってることはショーなんだよっていうことを公言しているので、そのレスラー一人一人に、キャラクターを与えられるんですよね。まあ、WWE っていうのは専属のシナリオを書いてくれる、そのプロの脚本家って方を雇っているので、その脚本家の方が、あ、君はこういう役やったらいいんじゃないとか、あ、君こういう役やってみてよっていうふうな、いわゆるキャラクター設定っていうのを、決定されるみたいななんですよ。ジェフコブ選手っていうのはやっぱそういうのがあんまりちょっと合ってなかったみたいで、俺はなんかそういう決められたキャラクターをやりたいのではなくて、俺は一人のプロレスラーとしてプロレスがしたいんだよと。その決して WWE のやり方を非難するつもりはないけど、俺はちょっとこのスタイルと合わないなっていう風なことを判断して、まあ、契約を見送ったってことなんですよ。これは実はこれって結構他の選手も言ってる人が多くて、一番わかりやすいのだとケニーオメガ選手とかもっていうのも、いわゆるこのジェフコブ選手とほぼ全く同じ理由で、まあ、WWE 入りっていうのを、もうやめてるんですよね。俺はその自分のクリエイティブを発揮できる場所をプロレスだと思ってるから、 WWE っていうのはいわゆるその自分のキャラクターを完全に決定づけられてしまうから、俺のそのクリエイティブな才能が全く発揮できないと。だから WWE に行くのはありえないなと。その分、その新日本プロレスとかっていうのは自分のやりたいことを好きにやらせてくれる、自分の好きなキャラクターで好きな表現方法でプロレスができるから、すごいあそこは自由だよねっていうことを言っていたので、まあ、つまりジェフコブ選手っていうのもだからそっち側の人間だったっていうことですね、これは。はい。でそんなジェフコブ選手なんですけど、まあ、WWE と契約はしなかったんですけど、その後にですね、こういろいろあって新日本プロレスに参戦するようになるんですけど、ですね、この新日本プロレスに参戦しながら、ジェフコブ選手って AEW にも何回か上がってたんですよ。はい。まあ、それはもちろん
契約上全く問題ないんですけど、その AEW に上がっている時にもちろんジェフコブ選手ってめちゃめちゃいい選手なんで、まあ、AEW 側もやっぱりジェフコブ選手を欲しいんですよ。だからその AEW がジェフコブこっち来てよって感じで、ジェフ君さすげえいい選手だからうちと契約しない？めっちゃいいお金出すよみたいな感じでジェフコブ選手をこの、まあ、勧誘するわけですよ。正確なオファー額とか条件っていうのは分からないんですけど、まあ、おそらく、まあ、AEW ってその社長がねすごいお金持ちなんですよ。 WWE よりもお金持ってるんじゃないかって言われてるのが AEW なんで、おそらく僕の予想ではこの AEW 側がジェフコブ選手に提示した額っていうのはもう新日本プロレスの比ではないと僕は思ってます。それこそ本当にもしかしたら一桁違うかもしれないです。はい、もうそれぐらいの額と、あと素晴らしい待遇っていうのを用意したと思うんですけど、でもそれでもジェフコブ選手は最終的にそれを断っているんですよ。それはね、ジェフコブ選手が今現在こうやってね、こういう隔離期間がある中、日本に参戦してくれているっていうのが何よりの証拠だと思うんですけど、まあ、ジェフコブ選手っていうのは少なくとも今現在 AEW ではなく新日本プロレスに参戦することを選んでいるわけですけど、 AEW っていうのはいわゆる WWE と違って、まあ、比較的その自分のクリエイティブをその発揮しやすい場なんですよ。まあ、副社長がねあのケニー・オメガ選手なんで、もちろんそういう場所なんですけど、ではなぜジェフコブ選手は AEW との契約を断ったのかということなんですけど、これもですねジェフコブ選手自身が、インタビューで話してるんですよ。1年ぐらい前のインタビューなので、いわゆるそのジェフコブ選手が、エンパイアに加入する前のインタビューなんですけど、そちらのインタビューちょっとご紹介するとですね、まあ、俺がねその AEW と契約しなかった理由っていうのは、 AEW と契約せずに新日本プロレスを選んだ理由っていうのは、いわゆる俺はまずその東京ドームでもっと試合をやりたいんだよと。で俺は当時ね、東京ドームではまだ1回しか試合をしていなかったと。自分としてはね、メインカードの試合をねしたいと思っていると。当時のジェフコブ選手はこのネバーの無差別級のベルトを争っていたんですけど、まあそれでジェフコブ選手はねこのネバーのベルトがすごい好きなんだよと。なぜならそこにはね素晴らしいレスラーがたくさんいるからだよと。例えば俺がベルトを取った時には後藤選手であったり、あと太一選手であったり、あ健太選手であったり、あと、まあ、当時のウィル・オスプレイ選手っていうのがベルトを持っていて、で今はね高木慎吾選手っていうのがこのベルトを持っていると。あ当時 このネバーのベルトですね。これはこういうレスラーと対戦することが俺はすごく楽しかったと。で今俺が挙げた選手っていうのは本当にみんないいレスラーだし、みんなプロレスが大好きだと。で俺はそういう彼だと、プロレスをできるのがすごい大好きなんだよと。ネバー無差別級のベルトを取り返したいと思っているし、もっとわがままを言っていいのであれば、俺はね IWGP のヘビー級選手権を、取りたくないなんて思わないやつはこの世にいないだろうっていう風なことも言ってます。はい、ただ今はねこの IWGP ヘビー級っていうのはなくなってしまって、 IWGP 世界ヘビー級っていうベルトになったので、まあおそらくジェフコブ選手って今こっちの方を狙っていくのかなと思うんですけど、で今後ねこの新日本プロレスが、アメリカ部門っていうものを発展させていくのであれば、少しでもね手助けができるような気がするんだよと。でできれば俺はその、まあ、ヘビー級のベルトを取ってアメリカで防衛できるチャンピオンになれると思うんだよっていうことを、ジェフコブ選手はねインタビューで語っているんですよ。まあ当時はねこのジェフコブ選手先ほども言ったんですけど、エンパイアに入る前だったので、いわゆるベビーフェイス側の人間だったので、今このヒール化したねジェフコブ選手にインタビューすると多分違う答えが返ってくるかもしれないんですけど、ただその根っこにある考えっていうのは僕おそらく今でも一緒だと思うんですよ、ジェフコブ選手は。というのが、まあ、ジェフコブ選手がこの WWE と AEW の契約を断ってまで新日本プロレスと契約をして今こうやってね参戦してくれている理由なんですけど、まずそもそも今この現状においてこのビザの問題とかこのコロナっていうものがあるせいで、日本に来ると、確実に14日間の隔離制限生活っていうのを強いられるんですよ、外国人の選手っていうのは。でこれ棚橋選手も言ってたんですけど、いわゆるそのホテルの一室に閉じ込められて外出していいのは15分ぐらいだと。でこの日本の場合ですと、まあ、ジェフコブ選手とかあと外国人選手なんてもちろん日本語わかんないじゃないですか。だから日本のテレビつけてもこう日本語のテレビしか ないからもう何言ってるか全然わかんないし、言葉もわからない、国の部屋の一室で14日間ずっと隔離されてるっていう生活を送らないといけないんですよ。でこれがやっぱり非常に割に合わないっていうのもあって、今海外選手が全然新日本プロレスに来ないんですけど、でもそんな中こうねジェフコブ選手しかり、まあ、ちょっとザック選手はね今日本に住んでるみたいなんでちょっと省くんですけど、まあ、例えば、まあ、エルファンタズム選手だったり、あとロービーイーグルス選手とか、タマトンガ選手とかタンガロア選手とかってそんな中でも日本に定期的に来てくれるじゃないですか。もうこれってやっぱりすごい、ほぼほぼ彼ら全員ヒールなんですけど、まあ、それでもや
やっぱ彼らは何かしらの熱い思いがあってこう新日本プロレスに参戦してくれてると思うんですよ。でジェフコブ選手の場合はいわゆる さっきも言ったこの理由が、まあ、このね新日本プロレスに参戦を続けてくれている、まあね、彼の情熱というか熱意というか、まあ、新日本プロレスに対する愛だと僕はね思ってるんですよ。もちろん彼は今ヒールなのであんまりこういうこと言うともしかしたら営業妨害になるかもしれないんですけど、僕は本当にジェフコブ選手にはねもう感謝しかないんですよね、はい。でもちろんそういう感情を抜きにしてみても、ジェフコブ選手っていうのは一人のプロレスラーとしても見ても僕はすごい本当に完成されているレスラーと思ってまして、だから本当に僕はもう全然ジェフコブ選手はいつ新日本プロレスのトップ取ってもいいんじゃないかなと思ってます。あのマイクできない問題も今ね帝国には王冠選手っていう、まあ、内藤選手が言うには、広報担当をしてくれる方がねいらっしゃるので、まあ、その辺の問題もね、クリアできると思いますので、まあ、そういうのもいろいろあって僕は今年の G1 クライマックスの優勝予想っていうのをジェフコブ選手にしてるんですよ。で過去にもこのジェフコブ選手と似たレスラーって何人かいたんですよ。いわゆるそのパワーファイト系のレスラーですよね。それこそ、まあ、直近で言うと前過去にも動画出したマイケル・エルガン選手だったり、あとジャイアント・バーナード選手であったり、さらに前に遡るとこのストロングマン選手とかっていわゆるそのゴリゴリのパワーファイター系の巨漢の、プロレスラーたちだったんですけど、でも彼らが新日本プロレスのトップを取ったってなかったんですよ、うん。なんかやっぱいい試合をするんだけど、なんかいい試合はするんだけど、まあ、トップにはいけないよねっていうパターンが今まで非常に多かったの で僕はねその流れをねジェフコブ選手なら断ち切れるんじゃないかなと思うんですよ。でそれに加えて今そのコロナによって外国人選手が全く来れないので、ジェフコブ選手って逆にすごいねあのチャンスに溢れてると思うんですよ。でその直近のシングルマッチを見るに岡田選手から、直接スリーカウント取ってるので、おそらく新日本プロレスっていうのもこのジェフコブ選手はかなりねもうプッシュする体制に入ってると僕は思うんですよ。なので、僕はですねジェフコブ選手っていうのは今後もしかしたら本当に新日本プロレスのトップに行く可能性はマジで十分あるかなと思ってます。はい、これはあの個人的な感情もあるんですけど、それを抜きにして考えても全然あり得る話かなと思います。はい、あとはまあオスプレイ選手がいつ日本に帰ってくるかっていうのもちょっとかかってくるとは思うんですけど、オスプレイ選手が日本に帰ってきたら、まあ、エンパイアっていうのは事実はやっぱオスプレイ選手がリーダーなので、そしたらじゃあオスプレイとジェフコブどっちが強いんだ問題とか、まあ、あるんですけど、まあね、しばらくなんかオスプレイ選手は日本に帰ってこないみたいな感じになっているので、僕はそういう意味でも、まあ、ジェフコブ選手っていうのは今すごいねあのチャンスに溢れている状況に立ってると思うので、あのぜひともね頑張ってもらいたいなっていうふうにね思っております。はい、というわけで今回のお話は以上になります。僕の動画ではこんな感じで新日本プロレスに関する考察、速報、情報なんかの動画をねどんどん発信していきますので、ぜひねチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。あとね、あの僕にこんなこと話してほしいっていうリクエストとかありましたら、YouTube のコメント欄とか、あと Twitter の DM とかに送っていただけると、もしかしたらね動画にするかもしれませんので、リクエストも常に募集しております。はい、ではまた次回の動画で会いましょう。ありがとうございました。バイバーイ。